日本中国地方広島県広島市西区井の口台。井の口台は広島県広島市西区の町名、住宅地名。通称は井の口台パークタウン。1丁目から4丁目まである。郵便番号は733-0844。当地域の人口は7680人。世帯数は2860世帯。赤い線で囲んだ部分が 井の口台の範囲。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成井の口台3丁目の眺望井の口台は、広島市中心部から西へ約8キロメートル、同市西区の西端に位置する住宅団地。鈴鹿、峰南麓を切り開いた。北で、井口町、東で、鈴鹿峰、南で、井口、井の口鈴鹿台。 西で、広島市西区美が広島市西区五日市町大麻昭和台北西で、広島市西区五日市町大麻美がと接する。南側の多地区との境目には、西広島バイパスが走る。団地中心部は一丁目と二丁目の境目にあり、周辺には、医療機関や、富士井の口店、あるぞ井の口大店、エイブル広島、イマージュ本店などの商業施設、店舗、 広島銀行井の口大支店、日本郵便広島井の口大郵便局が立地している。中心部から北寄りの3丁目には、井の口大公園と広島市立井の口大小学校、また団地の東端の4丁目には、広島市立井の口大中学校が置かれている。3丁目には、マンション群のほか広電バス、 広島南営業課が運行する井ノ口台、パークタウン線の終点である井ノ口台、パークタウンバス停とその路線のバスの車庫もある。団地名は南側に古くからある井口という地名に、ちなむ。井口は戦国時代以来の古い地名である。当時は広島湾に突き出す半島であった鈴が、峰が、イノシシの口の形に似ていたことに由来するという説。 井口に隣接する古港の入り口、すなわち、港の口が展示たという説がある。井の口台は、三菱地所中国支店により計画された団地で、以下の年表に示す段階を経て作られた。なお、開発以前は、井の口台一帯は、果樹園として使われていた。総数、個数、または、世帯数、人口、広島電鉄によるバスである、広電バスが運行され、 団地内には8つのバス停が存在している。商工センター方面からは、アルパーク発の井ノ口大パークタウン業がおおよそ1時間に1本の間隔で運行されている。この便は、JR 西日本山陽本線新井ノ口駅、広島電鉄宮島線商工センター、入口駅付近にある新井ノ口駅バスストップを経由し、上り便に便を除き鈴が、峰住宅経由である。 広島市中心部からは、広島バスセンター発の井の口大パークタウン業が、おおよそ1時間に1本の間隔で運行されている。この便は、上り1便を除き、JR 西日本山陽本線西広島駅、広島電鉄宮島線広電西広島駅付近に、ある、濃いバスストップを経由する。その他、段違いには、 団地東側に、鈴鹿、峰住宅中央バスストップ。団地南東側に、鈴鹿、峰住宅西バスストップ。団地南側の井の口鈴鹿台に、鈴鹿台バスストップ。団地南西側に井口4丁目バスストップがあり。これら4つのバス停には、市役所経由の広島バスセンター業などが停車する。鈴鹿、峰住宅中央バスストップは、みすず丘高校業。 山田団地業も停車する。JR 山陽本線新井の口駅、広島電鉄宮島線商工センター入り口駅は、常日の新井の口駅バスストップのすぐそばにある。上二駅並びに、広島電鉄宮島線の井口駅、おさむ大橋総中高前駅までいずれも、団地中心部から徒歩で10から20分、JR 西日本山陽本線の五日市駅へは、 徒歩で20の30分。また、JR 西日本山陽本線西広島駅、広島電鉄宮島線広電西広島駅は、常日の濃いバスストップのすぐ近くにある。南側の他地区との境を走る、西広島バイパス商工センターランプ、井口ランプ、海岸ランプが利用可能である。鑑定評価書、国土交通省、2013年12月14日閲覧。 AB2014 年2月末現在、住民基本台帳調査による。広島市調べ。2014年3月21日閲覧。west2.gr.jp。2013年12月14日閲覧。三菱地所中国支店。2013年12月14日閲覧。遠隔に記載。ABCD1985 年9月末。 および1990億2000万2010年12月末、住民基本台帳調査による。広島市調べ。2013年12月14日閲覧。広島市立井の口大小学校。2013年12月14日閲覧。広島市立井の口大中学校。2013年12月14日閲覧。広島電鉄。 2013年12月14日閲覧。AB 広電バス路線図。広島電鉄。2013年12月14日閲覧。広電バス井ノ口大パークタウン線時刻表。広島電鉄。2013年12月14日閲覧。富士井ノ口店。2013年12月14日閲覧。万ー井ノ口大店。 2013年12月14日閲覧。エーブル広島。2013年12月14日閲覧。イマージュ、井の口大店。2013年12月14日閲覧。広島銀行。2013年12月14日閲覧。広島井の口大郵便局。2013年12月14日閲覧。ありがとうございます。